これについて話があるんだけど。それは良かったですの。あんたプロデュースとかなんとか言いながら私たちを利用してお金儲けしようとしてるんじゃないの。いい、このまま行くと将来的な収益はこんなにですか。知らなかったです。私たちに内緒で。ジョービジネス的にはありえない話なんだけど。あそこに伝説の神モニー大怪獣。こら